というわけでこんばんはめめですと。ちょっとね、今回はカイジに聞いてもらいながら声色を変えて動画を撮ってみようと思います。めっちゃ半笑いでございますが、どんな感じで喋ろうか悩んでおりますが、まずは今回は以前動画をあげました。もうめんどくさいんでちょっと終わりで、はい。というわけでね、以前動画であげましたプレコミの、プレステ3関係の、公式サイトプレコミというねサイトがありますが、そちらに作りましたグループのプレコミを始めましたというグループを作りましたが、あれからねいろいろとありまして、 FF のグループや地球防衛軍4のグループを作ったりしたんですけど、ちょっとねやっぱり同時にねいくつものグループを管理するのが難しいのと、やっぱねどっちつかずになっちゃうので、ここは一本に集中してやっちゃおうかなと思いまして、これを機会にとちょっとグループのプロフィールなどもこういう風に変えまして、ちょっと新たに変えまして、でねちょっと作り直したのでこうやって動画上げさせていただきましたということで、グループの略称がねそんで決まりました。カイティ発案のここにありますが、こんな感じでグループの略称プレコミ始めました、略してプータでお願いします。なぜプータかと、それは秘密はまあちょっと考えたらねわかると思いますが、詳しく知りたい方はぜひよかったら来てみてみてはいかがでしょうか。でこんな感じで現在よく遊ぶ内容タイトルが地球防衛軍4とガンダムブレイカーと、あと FFGO のベータテスト、 FF のグループもねこちらで FF もこちらで遊ぼうかとちょっと思っておりますので、こんな感じになっております。でこれから遊ぶ予定のゲームね、ドラゴンズクラウンとジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルと、あとまあ他のゲーム機とかね、僕はFF14 が8月24日でしたっけ、正式サービスが始まるんですが、その2週間後ぐらいに出るねモンハン4も遊ぼうと思ってますね。違うハードですが、そちらもインターネット対応してるみたいなので、よかったらね遊ばれる方来てみてはいかがでしょうかと。こんな感じでね今いろいろと書いてますので、リーダーやサブリーダーもこうやってあったりして、で当グループのメイン活動ですが、もうこのゲームをしたりするんですが、一番のメインは毎週土曜日の夜9時から PS ホームでね集会を行おうと思っておりますと、てかしてますね。先日クラブっていうのも作りましてね、一部屋に32人まで入れる部屋を作りましたので、クラブを作りましたので、その動画もね近々上げると思いますが、早速今週の土曜日にねメンバーさんの誕生日会があるので、その誕生日会するみたいなので、その時は撮るかなわからないですけど、まだねちょっと空きがあるんでね、クラブは上限が32人までしか参加できませんので、ちょっと早いもの勝ちです。今もう半分以上待ってますので、ぜひ来られる方は来てみてくださいと。でこんな感じでねメンバー数も57人まで集まってくださってますので、あとツイッターとかもね共有して喋ったりとかいろいろ回してますんで、興味ある方はねぜひぜひ参加していただければ。あとこんな感じでねその FF も14もオープンベータはちょっとメンバーさんには可能な限り全員参加していただきたいと思っておりますので、オープンベータは無料で皆さん遊べますんでね、一緒に遊んでみたらちょっと感想も変わるかもしれないし、でそのままちょっと正式版のサービスの本製品版に入っていって、まあ LS やらあとフリーカンパニー、こちらをねこのメンバーたちと作っていけたらいいかなと思ってます。まあカイティが作るかもしれないですけど、てか作るかな、どうやろう、僕よりカイティの方がね FF に関しては詳しいので、まあそんな感じでねちょっと全てをまとめたこのプレコミを始めましたというグループが今現在ありますので、プレステ3遊ばれてる方よかったら参加してみてはいかがでしょうかと。お気軽に来てくださいませ。心してお待ちしております。ではでは。